2番手のゼオシです。2番手のゼオシです。今回はですね、モーニング娘。動画というものを撮っていきます。よろしくお願いします。今回はですね、生田絵梨奈をやっていきます。生田はですね、ケーキのメンバーですね。ケーキのメンバーで、今のサブリーダー2人いるんですけども、そのうちの1人、もう1人はですね、生田絵梨奈がやってますが、まあ、道重の時はね、生田はやって、サブリーダーではありませんでしたが、まあ、福村がリーダーになったということで、まあ、道重さゆみが卒業して、で、卒業したで、福村瑞稀がリーダーになって、で、サブリーダーの、その、生田絵梨奈とですね、まあ、二人制っていうことで、誰がなるんだろうなっていうふうに思ったときに、ケーキの、生田でしたね。生田が鳴った時はね、正直びっくりしたんですけどびっくりしたんですけども生田も旧規メンバーということでね、あと鈴木もいるんですけど、あえて生田だったのかなという気はしますけどね。まあです。あと歌の面とかはね、歌の面とかダンス面とかはまあ中杉です。僕がよく言うね、よく言うというか、動画内では初だと思うんですけど、中継ぎだと思う、まあ、中継ぎだと思ってます。まあ、細かい説明はね、他の動画でまたあげますので、そちらの方を見ていただければ嬉しいなと思います。今回はね、モーニング娘。の動画ということで、そこら辺のことは省きますけれども、です。はい。生田絵梨奈はですね、まあ、ダンス面とか歌の面はですね、あまり語ることがないと言ったんですけど、中継ぎだということを言ったんですけど、まあ、他の面ですね、キャラクター面、まあ、バラエティでも使われてるとか、使っていただいているのでですね、ありがたいなと思いながら見てますけども、その時はですね、不思議ちゃんキャラですけれども、まあハローに戻ってきた時にははい、しっかり者ということでね、あのしっかり者ですからね、あの子もというか、あの子ははい
で、まあサブリーダーということで、なんだろうな、福村瑞希を、リーダーの福村瑞希を鈴木とか生久保とかと一緒に盛り立てていってほしいなと思いますね。で、まあハロプロ研修生の後輩とか、まあ先輩もいるんですけども、そこにはぐいぐいね入っていけるキャラクターを持ってますのでね、ムードメーカーといいますか、いいところもあると思うんですけど、ですね、まだですね。はい、生田はですね、生田がモーマスに選ばれた時点で、あれと思ってない、あれと思ったんですね。なんでこいつがって思ったんですけど、こいつがとか言ったらいけませんね。なんでこの子だったんだろうというのも不思議だったんですけど、まあ道重と、僕の中では道重と同じような感覚で見てました。見てますね。道重の時もね、なんでこいつが選ばれた娘にまず選ばれたんだろう。そしてリーダー、まあ道重の場合ですけども、リーダーに選ばれたということで、まあ後々ね分かってきたんですけども、まあそのことで関してはもうここでは言いませんけども、他の動画でもまあ機会があればいい、ね、言わさせてもらおうかなと思いますが、多分その動画はね撮らないと思うんですけど、はい、こんな感じですかね。生田パートはですね、生田ファンの方にはね、ちょっと気分を悪くされた方もねいると思うんですけど、決してね生田がどうのとかっていうあれではないので、生田もね、いいところいっぱいあるし、さっきもね、いろいろ言わさせてもらったんですけども、なので、怒らずに見ていただければなと思います。あとはですね、生田パート。はこの辺で終わります。それとですね、ここからはお願いになるんですけど、もう、チャンネル登録とですね、メッセージというかコメントですね、とですね、グッドボタンですね、を押して、まあ興味がある方のみでいいんですけど、グッドボタンとですね、チャンネル登録とか、チャンネル登録とグッドボタンとですね、できればコメント欄もコメントもいただきたい
いいなと思います。ぜひぜひプロのファンの方、ファンの方じゃない方もね待っておりますので、まあいろんな方に見ていただきたくね思いますので、持ってますので、じゃあさよなら2番さよならです。2番手の星野でした。さよなら、また次の動画で会いましょう。